FGO 今年は、沖田オルタ、アナスタシア、シャルロット、コルデーが水着に、乙女たちの、夏衣装を見よスマホ向け RPG、FATE、GRAND、o r d r にて、2021年水着イベント、カルデア、サマーアドベンチャー夢を少年と、夢見る少女で登場する新規サーブ、アントが公開されました。毎年恒例となる水着サーバント、公開済みの、 レオナルド・ラブインチ、ハイフト・アキレウス・レイ・コロモに加え、今年は5、オキダ・ソウツカ・サオルタ・セイバー、4、アナスタシア・ブイ・アーチャー、4、シャルロット・コルデー、キャスターがサーバント、マンドリ・カルド、エドワード・ピーチに水着・レイ・コロモが追加となります。今回公開された水着サーバント派、9月8日21時00分より開催される、カルデア・サマー・アドベンチャー、 ピックアップ衣装館、日替わりで登場、男性サーバントたちも、カルデア、サマーアドベンチャー、ピックアップ男性召喚でピックアップされます。いずれのピックアップ召喚でも、新規霊装が登場しますので、こちらも要チェックです。なお、ハイフサーバント、レオナルド、ダ・ブインチ・ハルーラークラスであることも発表されました。また、シナリオパートでは、 ゴルドルフ新所長の新グラフィックも公開。サマーアドベンチャーに向けた冒険家風の装い。こちらもお見逃しなく。2021年水着イベント。カルデアサマーアドベンチャー。夢を少年と夢見る少女派。9月8日21時00分より開催予定です。